つなぎに着替えまして飼育係さん体験をさせていただきたいと思います。ワトさんとアイクさんもいます。はい、はい、もうアイクさんがもう作業員さんのそれにしか見えなくなってきて、うん、すごいすごいすごいところね。おお、でかい、でかい、でかい、ね、関係者の方がいるからディスりにくいわそれは。ディスるな。チキン出さなくて、そこ使わないでください。後ろ、後ろ。皆さん見に来てください。よろしく。よろしく。完全に警戒してますね。ヒゲさんがでかいから。ごめんよ。ごめんよ。びっくりさせてごめんよ。はい、瞳が癒されるね。ねえ、可愛い顔してるわ。可愛い。モルモットさんです。めっちゃあったかい。あったかい。あったかい。持って帰ろうかな。忙しいですね。はい。可愛すぎるね。ねえ。一緒帰ろうか。ご飯豚骨でもいいかい？いいよ。食べたい。豚骨が食べたい。ね、かわいい。はい。かわいいね。はい。優しくね。よいしょ。抱っこして。はい。ありがとうな。そんな。羊です、羊。今何？触れたら面白い。ワトと触れ合い。ワトさんと触れ合い。わあ、本物だ。手触りがいい。楽しいの。おじさん同士じゃあだって一番気持ち悪いです。でもここの動物東武動物公園さんのツイッターの公式アカウントでぴょん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 地面跳ねてた。すごい早かったよ。なんかすごく人懐っこい性格でして、結構ね、初対面の方でも全然こんな風に。そうですね、短い毛も生えてます。めっちゃ生えてる、ほら。はい、ね、サバだけですね。大丈夫ですよ。ありがとうございます、直してください。すごい、ね、ね、水中でジャンプしたそうですね。そしたら、前の方まで行ったわけで、もう良さそうですね。見てみましょう。はい。OK。ジャンプ。ありがとうございます。素晴らしい。ありがとうございます。ちょっと疲れそうです。ちょっと離れて。じゃあ今度サッカーボールで遊んでみましょう。こうやってね、ポンって遊ぶ。結構力強く返してくれるんで。じゃあどうなった？戻ってください。あ、いいですね。疲れることを意識してくれるから。せーの、ポンって今で練習してます。練習中だから。キャッチっていうよりもあいつさんの学び力だから。じゃあお願いします。はい、 OK。 ナイスキャッチ。いいですね。気持ちもうちょっと離れても大丈夫そうですね。いいですよ。はい、いいですよ。あ、いいですよ、大丈夫ですよ。オッケー。やすぎだろ。優しい、優しい、優しいだろ。優しいです。優しいです。まあ、いけるかもしれないです。おっ、もう一回、もう一回、もう一回、せーの。オッケー。ありがとうございます。かわいい。水中の輪投げキャッチ結構得意なので、よかったら、はい、見てみます。ね、もう何でもね、もうね、怖いもん知らずですから。でも、もちもち、ほら。すごい。
いいかな。はい。オッケー。完璧。ほら、いい写りはこれ。どう確認して持ち持ち。オッケー。オッケーだった。オッケーだった。オッケーだそうですね。写り厳しいから。可愛くないと。近づいては来なそうだね。OK、うん、はい、クミさんコンプリート。うわぁ、そんなに大きくない？クマです。クマが道に迷いました。決まったなとか。すぐ特急で帰りますもん。決まったな。うわ。決まったな。カバちょっとピント合わないな。カバ、カバなのか岩なのか見分けつかないね。カバでした。じゃあ最後の手段使いますか。はい、最後の手段。取りやすい。これは取りやすい。最後の手段使った。あれいいよ。あれは一番いいですね。フラミンゴです。あったかそう。本当だ。充電中。あんな感じなんだね。充電フラミンゴ面白い。はい、見せてください。何よ。いちいちこっち振り向かないでください。何？ただ警報使ってるだけですけど。やめてください。シマウマを取るか。ラストミッションシマウマ。ピント合わないですね。やっぱこれが正解なのかな。一回楽を知ってしまった。これね、よく取れる。これ皆さん、これを公式ルートにしたいと思います。違う、やめてください。ダメですか。ダメです。甘いですから。これ甘いか。はい、これピントが合わないんですよね。カメラが良すぎて。さすが Google ピクセル。 Google さん許可関係ないんで大丈夫です。あ、本当だ。私の名前は茨城大丈夫。いや、私の名前はシマウマです。Google ピクセルを使っています。角が太くて体が大きいシワが多いはモラン君で、角が細い体が小さいシワ少ないがエマちゃん、うん、あれは多分エマちゃん、エマちゃんっぽい感じがする。硬い。壁だけどなんかあったかい。すごい微妙に毛生えてる。そうなの。毛生えてるよ。ねえ、壁やね。壁。見て。7歳の子供。これで何キロぐらい？多分700、800キロぐらい。まあちっちゃい方ですね。結構は3トンぐらいになるんですか。はい。うえい。
ありがとうございます。こうなんか僕たちが想像する際本気で走ってるようなイメージあるんですけど、ここで走ったりするんですか？あ、結構走りますね。頑張れば40キロぐらい。40キロ出れんよ。逃げれんよ。逃げれない。逃げれない。で、突っ込まれたら大変です。はい、ということで東武動物公園さんで飼育係さん体験をさせていただきました。とても面白かったです。よかった、ね、勉強になった、ねね、で、あの赤髪メンバーのパネルとかものっちゃんち置かれたり、コラボフードも開始されたり、グッズとかも販売されますので、ぜひ皆さん見に来て買いに来てください。楽しんでください、はい、動物と一緒に写真撮ったりするといっぱい楽しい思い出になると思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。これが9匹乗る乗り物は何でしょうか？トラック。ねえ。もうワンサムとバカにしてる。やっぱ動物園楽しいな、いくつになっても。思った以上に楽しかった。触れ合うこともないけどね。触ったの初めてかも、さえ。いい体験させてもらった。ワンサムだ。うわ。見え見え、ありがとうございます。すごいすごいすごい。すごいね。なんじゃこりゃ。東武動物公園やべえ。顔の3倍ぐらいあるよ。まやばい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 。やばい。飛んでくるよ。ゾウさんでけえ。ゾウさん。すごい、まっすぐ俺のこと向いて食べてる。何？止まった。あ、食べ始めた。ラマ、あ、ラマじゃない、アルパカ。ペンギンもいるんだ。うわぁ。うわ、何これ。バッファローじゃない。バッファロー。19歳。何人見る？ライオンさん。びっくりした。女の子のライオンさんに来た。降りたのが男の子のライオン。ベストライオンさん。おい、おい、ツー。